DeNA のエスコバーとヤクルトの川田外野守備走塁コーチが延長10回表終了直後に激しい口調で AI を演じた。西一二塁のピンチを招いたエスコバーが最後は中村をライトフライに打ち取ったが、川田コーチの言動が気に入らなかったのか、何か睨みつけながら言葉を発した。それに対して川田コーチも言い返し、ヤクルト森岡コーチも巻き込んで不穏なムードが流れた。また森岡か。森岡さん毎回喧嘩に巻き込まれててかわいそう。森岡が絡んでる時点でもうヤクルトが悪い。森岡ほんとトラブルメーカーだな。森岡っていつもトラブルの中心にいるな。ヤクルトが他チームと揉める原因の8割くらい森岡が作ってるやろ。若いから止めるのも出るのも一番やりなんだと思う。何もしてない。この手の話に必ず名前が上がる人。これまでは一応謝罪してたけど今年なってからも森岡問題起こしまくりだがちゃんと謝罪してるのか。なんかヤクルトのコーチ陣っていつも問題起こしてね。伊藤光笑ってるやんけ。最近の野球人はみんな仲良し子よしで敵同士の自覚がない投手が感じられないって言われることあるけどそんなことないね。オスナのハーフスイングを塁審がスイングしてない判定、エスコバーブチギレ目ついてんのかジェスチャー、川田自分に喧嘩売られたと勘違い、一応止めに来た森岡、何があったまた森岡か、森岡が悪いんや森岡が、らしい。ハーフスイングの判定って明確に定義しちゃダメなの、アメリカのルールにないからって適当すぎる。近年乱闘騒ぎになってるの全部ヤクルト関わってなかった？審判はもっと気軽に退場させればいいと思うわ。怒るとかやなくてね。侮辱行為に対して甘すぎる。判定が正しくなかろうと公に侮辱行為する権利なんて発生しないやろ。